週水曜夜9時、北海道東川町の小さな音楽ホール、小西健治音楽堂からお届けするドートレトミシーの東川ミュージックフォレスト。番組のお供はドートレトミシーのボーカル京介とピアノの横です。みんなで作る水曜夜の1時間、まったりほっこりひとときお付き合いください。東川から世界にこんにちは。今週も東川町立日本語学校から、留学生ダイさんとナタモンさんに来ていただいております。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。お願いします。先週もとってもね、ほがらかに楽しくお話ししていただいたんですが、まずは今週も自己紹介から始めたいと思います。で、今週もダイさんからにする。はい、はい、皆さんこんばんは。ダイと申します。タイから来ました。はい、趣味はカラオケすることや、バドミントンと歌はカラオケですね。はい。はい、好きなものはアニメです。はい、สวัสดีครับทุกคนผมชื่อไดนะครับมาจากประเทศไทยฮะสิ่งที่ชอบก็คือร้องเพลงคาราโอเกะครับผมแล้วก็สิ่งที่ชอบในญี่ปุ่นก็คือดูอนิเมะครับผมありがとうございます。じゃあナタモンさんお願いします。こんにちは、ナタモンと申します。日本語を勉強きっかけはアニメです。สวัสดีค่ะชื่อนามนนะคะที่เรียนภาษาญี่ปุ่นเพราะว่าชอบอนิเมะค่ะよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ナタモンさんは3月から、ダイさんは10月から来られたってことですけども、はい、ナタモンさん少しは慣れましたか？はい、慣れますね。まあ先週ね、福井の方に、はい、高校生時代に留学してたっていうことで、はい、まあ、日本の生活には慣れてはいると思うんですけど、はい、福井とまた違いますか？東川は違いますね。どんな感じですか？あっちはなんかちょっと暑い、暑い、あ、はいはい、8月はめっちゃ暑いです。そうですよね。でも東川はなんかそんなに暑くないと思います。よかったです。でも冬は大変と思います。これからはね、寒くなるからね。そうだね。ナイさんは2ヶ月も経ってないのかな、はい、10月からだから、はい、ちょうど2ヶ月くらいかな、うん、はい、どうですか、印象は来てみて。なんか、ま、この町のなんか山と自然がいっぱいありますから、うん、はい、とても、ね、この町に来ていいかな、いいって思います。大きい町ではないですけど、うん、でもいろいろな地域もありますね、うん、はい、とても便利です。ダイさんは人も優しいですね。はい、日本人、はい、そうですね。でもタイの人もみんな優しいっていうね。あ、ダイさんは日本に来たのは初めてです。初めてですか？初めてです。はい、旅行でも来たことがなかったんですね。ないですね、はい、そうか、初めてで東川に来たんですね。はい、そうですね。じゃあ、はい、あれだね、よっぽど大学でちゃんと日本語を勉強してたんだね、うん、これ2ヶ月でこれだけ話せて理解ができる。はい、できます。話せなくても理解ができるっていうことは勉強ね、してたっていう。はい、そう、私実は高校生から日本語を勉強しました。はい、それもアニメがきっかけ。はい、そうですね。あ、そう、はい、向こうでその番組じゃなくてこの漫画の本とかもあるの？あります、あります。それはタイ語で書いてあるの？はい、タイ語で。あ、でもそれ日本語出てこなかったら、日本語こう聞いて喋るんじゃなくてこう書いたり読んだりするのはどこから勉強するんですか？ツイッター。ツイッター、ツイッター、ツイッター、ツイッターとか。わ、若い。ツイッターで勉強する。すごいですね。私すごい、ツイッターなんか知ってないです。あ、なんか、はい、どうやって書いたり読んだりするのは？学校からです。学校からですね。なんか普通にはアニメとかドラマとか見るですね。でもなんか書くのと読むのがあまりないんです、タイで。はい、大変でしょ、だって日本語って漢字、カタカナ、
ひらがな、はい、でなんか言葉も英語なのか英語じゃないのかなんかよくわからないね。はい、それこそ先週の放送でも見ましたけど、あかんとかって関西弁が入ってくるとね、はい、もうわけわからなくなるんですね。それにプラス何々弁とか方言が入ってくると、ね、でも一こう英語少しは喋れるんですかね、タイだったら。英語は習ってる？はい、ちょっとだけです。ちょっとだけ、はい、ってなったらさ、その日本語英語みたいなのが結構難しいんじゃないかなって思う。はい、ちょっと発音が違うんですね。違うし、和製英語っていうか作っちゃってる言葉もあるでしょう。何これみたいな多分はい、はい、だって国の名前とかだってきっと日本だけちょっと違う呼び方、ね、はい、そうです。例えばなんかマクドナルド、マクドナルドちょっとすいません、なんかとても違う。マクドナルドね確かにあれマックっていうのは知ってる。マックマックマクドナルドを訳してマックマックだとか。でもマックだったらマック、あ、マックこれじゃないって思うよね。そう、あと関西だったらね、関西だとマクドっていう、そうマクドマクドマクドナルドマクドマクドなんか同じマクドナルドでもマックって言ってみたり、マクドってマクドは関西人になってる、関西人そうそうそう、まあ、例えばだけど、だから全然こう言葉で遊んでいっちゃうっていうか、うん、はい、っていうところがあるからね、日本ってね。ケンタッキーもなんか KFC じゃないですか。あー、 KFC、 あとケンタッキー、ケンタッキー、まあ、うんうんうん、タイは KFC っていうの、はい、タイで KFC というんです。あ、ケンタッキーも確かあったよね、呼び方の違い。何の忘れちゃった、ケンタじゃなかった気がする。そういうのがね、いろいろ地方によって違ったりするから、はい、面白いんですけど、今日本語を一生懸命勉強していて、将来なんかこういうことやりたいなとかっていう夢があったりするんですか？あ、はい、あります。実は私なんか通訳したいんです、うん、あ、そうなんだ、はい、タイ語、英語と日本語、はいはい、やってみたいですね。へ、はい、通訳の仕事がしたい、はい、なんたものさんはそんなにあれかな、大学入りたいです大学は日本の大学入りたい。そうなんだね、まあ、そういう実績もきっとね、学校あると思うから、うんうんうん、みんな相談に乗ってくれると思いますが帰ったりするの時々は？あんまり帰っ、あ、まだ来たばっかりだもん、はい、 そうですね、そうだよねまだ帰ってないです。前1年間来た時は1回も帰らず。帰ってないです。あ、そうなんだ。でも、まあ、1年間留学して、まあ、1回帰ったんですよね、はい、一回国に帰ってまた来た、うん、半年帰って。あ、半年で。そうなんだ、はい、こうタイに帰ってほっとしたりしない？あ、美味しいわとかない？ほっとしました。そしてまた来ます。あ、そうなんだね。こう食べ物がね、みんなこうちょっと味が日本はしょっぱいとか薄いとかいろいろ聞くんですけど、タイとかね、はい、美味しい香辛料が、スパイスが美味しいとか、はい、辛いもの、いろいろ言うんだけど、そこは大丈夫ですか？私は大丈夫です。大丈夫。この前から日本の料理が好きだから。あ、そうかそうか、はい。私も日本語の日本の料理も大好きですね。うん、はい、カレーとかラーメンとか。あ、じゃあ小さい頃から割と日本食食べてたんですか？はい。はい、あ、タイにはいろいろな日本料理が、日本料理の店があります。何が好きですか？日本のみ、あ、 お店ですか？うんうん、お店とか。第三はラーメンとかカレー好きで、ナタモさんはカレーライス。カレーライスか、はい、やっぱスパイスが効いてる。でも日本のカレーライスっていわゆるカレーとは違うと思うよ。そうだね、ちょっと、ちょっと甘い、辛くないもんね。辛くないです、はい、うんうん、またいつもなんか辛さが 5番以上は辛いやつだ、はいはいはい、もしタイに行ったらこれ食べたらいいよっていうおすすめとかありますか？タイに旅行するなら、はい、これ食べてっていうような。うん、私とてはグティオっていう料理です。グティオ、
コイティオ、コイティオ、はい、コイティオはなんか日本のラーメンみたいです。日本のラーメン、はい、ラーメン、タイのラーメン、タイのラーメン、タイのラーメンですね。クティオ、タイのラーメン、クティオ、クエティオ、何が入ってるんですか、ラーメンっていうかこう麺料理だと思うけど、麺と肉、肉、はい、うーん、ちょっと野菜、肉と野菜、はい、うーん、ダイさんはこう何がこれ食べてっていうのありますか、はい、これ日本人が食べたことがあまりないと思います、うん、ソムタム、ソムタム、はい、知ってますか、知らないです。ソムタムは何が入ってるの、はい、パパイヤとかレモンとか、そしてカニもあります。あ、はい、いいね、はい、カニ、うん、サラダです。あ、美味しそ う、はい、うん、さっきの、ね、クティオもねすごい美味しそ う、ラーメンみたいな感じね。ほうほうほう、麺があれかな、 ライスっていうか、なんていうの、麺がこれは何なんだ、フォーみたいなやつ、フォー、こういうやつだよね、アルサメみたいな、美味しそ う、食べたい、食べてみたいね。こうやってやトムヤムあります。トムヤム、トムヤム、はい、トムヤムの味、あ、はい、それはこっちでは、まあ、フォーみたいな感じよね。そう、フォーみたいな感じだ、うんうんうん、こっちでは作れそう。なんかね、北連スーパーとかにもちょっとスパイス置いてたりするけど、はい、あれではダメなのかな。難しいですね。難しいですね。味がやっぱり、そうなんだね。うん、はい、みんなで集まってちょっとこう地元の料理を作ったりしますか、しない、はい、たまには作ります、たまには、はい、泊まりしてた、へ、はい、お休みの日とかはこうどうしてるんですか、みんな。私いつも、バドミントンを BNG で、バドミントンね、はい、BNG で毎週やります。おー、はい、すごい、3回2回くらい、毎週に、すごい、すごいね、はい、それは留学生同士で、はい、そうですね、たまには日本人もあります、あ、日本人もいます、うんうん、みんなでやるの、はい、バドミントン、一緒にやってもいいですかって誘いました、あ、はい、いいね、それね、そうなんだ、はい、野友さんお休みの日は、うん、部屋にいるとか、うん、イオンに来ます。あ、イオン、イオン、イオン行って遊びます。そうか、買い物行ったり、うん、映画行ったりもしますか。はい、しました。あ、した、うん、最近なんか見た、ワンピース。あ、ワンピース、そうか、ワンピースね。そうか、そうか、日本語学校の生活はどうですか、学校は、なともさんどうですか。高校と違うですね。あ、やり方とか教え方とか、うん、雰囲気も、うんうん、違いますね。あ、そうですよね。大さんはどうですか、学校は。はい、私、先生の教え方がとっても分かりやすいんです。うん、はい、タイと違うんですね。タイ、タイ、なんかタイの、あ、タイ人の先生と違うと思いますが、うん、うん、はい、そしてなんかみんな優しいんです。うん、先生も友達も厳しくない、先生、大丈夫。いえ、厳しくないですね。優しい、優しい、うん、とてもタイは。じゃあタイ人の人が教えてくれてたの。あ、タイ人も日本人も、あ、両方いたの。うん、タイの学校がどんな感じかちょっと分かんないから、ね、それが分からないけど、でもちょっと違うんだね、はい、きっと雰囲気がね。違います、全然違います。違いますね。こう全然話変わりますけど、こう、はい、日本のこう学校の風景とか、こうなんて言うんでしょうね、結構そうそう、ドラマとかアニメに描かれることが多いから、はいはい、なんとなくまあ分かると思うんですよね、日本の。はい、そうですね。タイとかってそういうのあるの、タイのドラマとかそういうので学校風景描いたりとか。はい、あります、あります。 あるんだ。はい、うん、あるんですけど、そんなにない。ドラマあんまりない。あんまりない。でも、でもあります。人気のはあります。人気のドラマはある。はい、はい、学校の生活、なんか喧嘩したり、恋愛についても。あるの、あるの。はいはい、恋愛ドラマとかもあるんだよね。はい、好きなのある、なんかタイの。
ドラマとかで あまり好きじゃない。名前覚えてないんです。そうなんだ。あ、そうなんだ。ホームオンズというドラマ。ホームオンズ、はい、小学校の時めっちゃなんかめっちゃ人気があります。きっと日本のドラマもアニメだけじゃなくて放送されてるんだよね、はい、なんかそうかなって思います。後でそのタイのドラマちょっと教えてください。はい。見てみます。気になるよ ね気になる、では名残惜しいんですが、そろそろ、お別れの曲ということで、お別れの曲リクエストをおかけしたいんですけども、今週は第3のリクエストですが、なんていう曲でしょうか。はい、タックアップという曲です。はい、これは歌ってる人は誰ですか。あ、リプターです。リプターさん、はい、初めて聞きました。これはそうです、ね、タイの人。はい、タイの人です。2人います。はい、はい、人気なんだねきっとね。はい、これそうですね、今とても人気です、タイで。今、はい、今も、今も、はい、いやちょっと楽しみですよ ね、 きっとね。初めて、こういうのがね知れるっていうのがこの番組のもう一つの面白さでも、こんな曲あるんだみたいな思いますよ。この、ね、リベールではね、この番組だけだと思います。こうね、こういうのかかるのね。本当に聞いてる人もさ、もしかしたら全国でこう本当だよね、リベールでしかかかってないかもしれない。確かに、しかしね、これは、向こうにいる時から好きだったんですか。はい、そうです。いや、どういうタイトルなのかなと思うんです。日本語で言うとこれはどういう意味なんですか。おはようとかでも若者の言葉です、ね。はいはい、なんか男の人が、女の人が好きって、女の人が好きだから、挨拶したいとか、はい、タカップというナンパしたい時、ナンパしたい時、はいはいはい、じゃあこの言葉を言われたらナンパしたいんだって分かるってこと。はい、はい、あ、そうなの。普通では使わないんです。普通に挨拶するときはなんて言うの。あ、ただあ、リハップとか。あ、可愛、はい、いなと思ってるときだけこれを使う。はい、はいはい、そうですね。面白い。かわいいねみたいな感じ。いや違う。違う。それ違う、それ言われても誰もついていかないよね。そうか。はい。ありがとうございます。はい、ではこの曲をおかけしたいと思います。ナタモンさん、ダイさん、どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、